ここ最近自民党の和田正宗参議院議員は日本保守党や百田直樹氏を批判する発信を続けていると思うのですが、まあ、今回ですね、 この和田氏っていうのは結局根本的な部分では百田氏と全く変わらない人間であるということが露呈するような出来事がありましたのでそれについて取り上げていこうと思います。数日前に和田議員は次のようなポストを X 上で行いました。外務省ホームページに日本軍の南京入場後非戦闘員の殺害や略奪行為等があったことは否定できないと記載されている問題で講演。 国会質疑でも質問してきたが、過去に私が侵略・植民地支配の削除を求め実現した例をもとに、来年の戦後80年談話が重要であることを解説した。政府の公式文書には、意図的に住民を撃ったとの記載は全くない。 事実でない大学冊プロパガンダが様々な工作により戦後ずっと拡散されている状況。和田がクルド人支援というある人物が吹聴調してきた嘘に対し事実でないからと無視していたら嘘も100回言えば真実になるという恐ろしい状況を体感しているか、南京攻略戦における言われなき希望中傷も思い込みで拡散されるという同じ構図であり、 一時資料を検証することの重要性についてもお話をした。でまずここでちょっといろいろと突っ込みたいと思うんですが、まず最初にですね、ここ最初のこのポストの最初の部分を読むと、あだかも侵略や植民地支配っていうのを日本が、まあ、韓国ですとか台湾ですとかアジア諸国に対してそうしたことを行ったっていうこと自体が虚構であるかのような、そういうようなことをまあ私は書いているわけなんですが、 いや、そんなわけがないでしょうっていう話なんですよ。まあ、これ、南京大虐殺についても、なんか政府の公式文書には、まあ、そうしたことを行ったっていうような記述が明示的にはないとか言って、まあ、それがあたかも南,南京大虐殺そのものがえ、実際に起こらなかったことの根拠であるかのように言っているわけなんですが、まあ、それ自体もですね、かなり、まあ、無理のある主張ですので、まあ、それについてもちょっと後々反論していきたいと思うんですが、まあ、この侵略ですとか植民地支配を日本がアジア諸国に対して行っ ということは、現存している政府の公式文書でも、 これ認められていることですから、そうしたことすらも否定して、その日本があたかも第二次世界大戦戦中に一切何も悪いことをしなかったかのような印象操作っていうのは、まあ、やめていただきたいなっていうふうに思うわけなんですが、あとそれに加えてですね、ここで、まあ、事実でない大虐殺プロパガンダが様々な工作によりうんぬんかんぬんということも言って、それで、まあ、今日本保守党界隈から私っていうのはクルド人差別問題に関してかなりひどいデマを流されていて、誰が対象になっているものであれ、 っていうのは当然 どんな状況でも許されないことですから、それについては批判しようとは思うんですが、ただこの南京大虐殺の問題においてはですね、この和田氏っていうのは日本保守党の、日本保守党のまあ百田直樹氏のような人間と丸っきり同じような主張をしているっていうことは、やはり指摘しておきたいというふうに思いまして、なんかこの書きぶりだと、あたかもその南京大虐殺があったという真実を指摘している側が、この今回和田氏が、えこの日本保守党界隈かららっているようなクル差別に関するデマと同じような デマをそういう真実を指摘している側が南京大虐殺で行っているっていうようなことを言っていますから、もうそれは不当機はあまりないでしょうっていう話ですし。 やはりこの南京大虐殺の問題においてはですね、むしろ私がこのま南京大虐殺があったっていう真実を指摘している側に対して、なんか中国とかそうした国の工作によりずっと拡散されているとか言って、そういう真実を指摘している人間をですね、なんか中国のスパイ扱いするかのような言説に組みしているっていうことで、この嘘も100回言えば真実になるっていうようなことを南京大虐殺の問題において行っているのは、国際的学術的にも認められたこの南京大虐殺 っていうものの存在を否定しているあなた含めたそうした歴史改ざん主義者であるっていうことは、まあ、指摘しておきたいなっていうふうに 思うわけなんですがで、これ、まあ、このポストに連なる別のポストで、一時資料は、シナ事変陸軍作戦やとか、まあ、このシナ事変陸軍作戦という文書において、まあ、この軍の不祥事案は記述されているけど、別に南京大虐殺が行ったっていう、え、行われたっていうようなことは明示的には書かれていないんだから、まあ、だから南京大虐殺はなかったというような、まあ、そうした論理展開を私は行っているわけなんですが、いや、そんなわけないでしょうっていう話なんですよ。で、これについては、実は、まあ、今年の1月に、賛成党の 神谷総平参議院議員が、まあ、ここで私が展開している論理っていうのをもとに、まあ、質問推奨っていうのを出して、まあ、それに対してすでにま岸田政権っていうのは答弁書を出しているわけなんですが、まあ、その答弁書で岸田政権はえ、この見解はご指摘の戦死総書に限らず、それまでに公になっていた文献等から総合的に判断したものであり、ご指摘のように根拠となる資料が欠けているとは考えていない。 っていいう,うに言っているんですよ。まあ、ですから、この問題についてはですね、その岸田政権すらも、この歴史改ざん主義、参、まあ、政党や和田政宗氏のような人間が拡散している歴史改ざん主義とは一定の距離を置くような主張をしているっていうことで、まあ、そういうようなことがあるわけなんですから、この特定の文書にそうしたことが明示的に書かれていないっていうことのみを根拠にしてですね、この学術的、国際的にも認められた内勤大虐殺っていうものが起こったという歴史とした真実を否定するようなことを言、ま、う、あ いうのはやめたらどうなのかなっていうふうに思いますし、まあ、そうした主張に対しては岸田政権すらも明確に批判するようなことを、えー、今回まあ、この参、えー、政党への。 答弁書で行っているっていうことを、まあ、ちゃんと認識したらどうなのかなっていうふうに、まあ、思うわけなんですが、そもそもですね、このポストにおいて私っていうのは、この外務省の文書ですとか、まあ、政府の公式文書においては、まあ、そういう意図的に住民を撃ったとか、まあ、南京大虐殺を明示的に、その存在の根拠となるような書き込みっていうのは、公文書には全くないっていうようなことを言っているわけなんですが、まあ、これについてはですね、第二次世界大戦のが終わった直後に、日本軍っていうのは、自らの戦争犯罪とかが書かれている大量の 公文書っていうのを焼き捨てているんですよ。まあ、というのは当然。まあ、この当時の日本軍の幹部っていうのが第二次世界大戦中に。 特にアジア諸国の人たちに対して行った卑劣な戦争犯罪っていうのを、まあ、隠蔽する意図でそういうようなことをやったっていうのはまあそれは想像に難くないわけなんですがやはりそうしたことがあるわけなんですからこの今の現存している公文書の中においてそういうようなことが明示的には書かれていないからそれ自体も真実ではなかったみたいなそういうような不誠実な論理展開はもう本当にやめていただきたいというふうに思いますしこうした不誠実な歴史改ざん主義的な言動はやめたらどうなのかなっていうふうに思うわけなんですが南京大虐殺があったっていうような こまあ、これについてはもう絶対に否定できない真実であるっていうことが国際的にも学術的にも認められてきたっていうことはまあ、さっきから言っている通りなんですけど、まあ、これについてはですね、これを示す、まあ、証言、証拠、そうしたものは、まあ、げようと思えばきりがないんですが、まあ、ここでは今回私は、まあ、外務省っていうことに絡めて、まあ、南京大虐殺を否定するようなことを言っているっていうことですので、外務省関係者の証言っていうようなことを、まあ、一つ示させていただくと、まずこれ、2017年の衆議院の安全保障委員会で、 これ当時の民進党の横道議員という方の質疑なんですが、まあ、そ,その方の質疑,に質疑の中において、れっきとしたこの南京大虐殺が起こったとっいうような真実を指摘している部分がありますので、それをご覧ください南京事件は、ね、参考になるのは、石井太郎というです、ね、当時の外務省の今で言えばアジア局長のような立場に立った人の外交官の一生という中央討論文庫がございます、それから彼の日記が、ね、国会図書館にございます。 でそれをちょっと紹介しますよ。南京は蔵の13日に陥落した。我が国の後を追って南京に復帰した福井領事からの伝信報告、続いて上海総領事からの署名報告が我々を該当された。南京入場の日本軍の中国人に対する略奪、強姦、放火、虐殺の情報がある。憲兵はいても少数で取り締まのようをなさない。を試みたがために福井領事の 新辺が危ないとさえ感じられたということの話があって、1938年の1月6日の日勤、上海から来信南京における我が国の傍聴を昇法式たる、略奪強姦、目も当てられぬ惨状たる、ああ、これが皇軍か、日本国民民心の大敗であろう、大きな社会問題だ、南海上海からの報告の中で、最も目立った暴虐の司会の一人は、 元弁護士の母、欧州、中尉であった。部下を使って、宿営所に女を拉致したっては暴行を加え、悪気のごとく振る舞った。何かといえばすぐに銃剣をがガチャつかせるので危険で近寄れなかった。私は三省事務局長会議でたびたび陸軍側に警告し、広田大臣からも陸軍大臣に軍機の粛清を要望した。軍中央部は、無論現地軍をいめたにそういなかったが、 あまりにも大量な暴行なので手のつけようもなかったのだろう暴行者が処分されたという話を耳にしなかった当時南京在留の外国人たちの組織した国際安全委員会なるものから日本側に提出された報告書には昭和13年1月末数日間の出来事として74件の暴虐行為が詳細に記録されていた最も多いのは強姦64歳の老婆が犯され臨月の女も容赦されなかったという記述は ほとんど読むに絶えないものであったその頃、参謀本部第2部長本間少将が軍旗粛清のため現地に派遣されたと伝えられ、それが功を奏したのか、暴虐事件はやがて下火になっていた。これが聖戦と呼ばれ、行軍と呼ばれるものの姿であった。私はその当時からこの事件を南京アトロシティーズと呼び名を合していた。暴虐という漢字よりも適切な語感が出るからであった。日本の新聞は記事差し止めのために、 この同胞の鬼畜の行為に沈黙を守ったが、悪事は直ちに戦利を走って海外に大戦成就などを引き起こし、あらゆる非難が日本軍に向けられた。我が民族史上、千個の汚点、知らぬな日本国民ばかり、対中はいわゆる格下たる戦果を来賛するのみであったというのは、これあの、担当した当時の外務省のアジア局長の日記なんですよ。 ということで、まあ、第二次世界大戦中に外務省の、まあ、今でいうアジア局長のような立場を務めていた人が、まあ、こうしたような日記を記しているっていうことですから、 やはり、まあ、そうしたことを見てもですね、そりゃ、まあ、今、公文書でそうした戦争犯罪とか記されている文書が少ないっていうのは、そりゃ、第二次世界大戦の直後に、えー、軍幹部っていうのがそうした戦争犯罪を示すような文書を大量に焼き捨てたっていうことも、まあ、影響しているとしか思えませんから、ですから、やはり、まあ、そうした学術的、歴史的、国際的にも認められた真実を否定するような言動を繰り広げるのは、まあ、再三になりますか、私にはぜひやら、やめていただきたいなっていうふうに思うんですが、まあ、ただ、この南京大撤去 否定するようなことっていうのは、これ自民党議員がそうしたことを口にするのは、これ私が初めてではなくて、少し前、数年前になるんですが、今は落選中ですけど、長尾隆自民党の極右議員の長尾隆氏ですね、この人、今当然落選中なので議員ではないんですが、当時は議員だったんですが、この人が当時そのようなことをツイッター上でツイートした際は、かなりちょっと批判が殺到していたっていうことがあったんですが、ただ今、この和田氏のこの近代虐殺はなかったっていうようなことを、たまたま またま私もちょっとこれについて調べていて目にしたんで、まあ、これ動画で撮っていた、撮っているわけなんですが、まあ、これなんか私ぐらいしか批判している人間が今 X 上ではいないので、まぁぜひですね、もし X このアカウントを持っている方いれば、まあ、私のポストをリツイートするなり、もしくはご自身でポストする批判の、この私に対する批判のポストをするなり、まぁぜひしていただけたらなっていうふうに思うんですが、この動画の最初でも言いましたけど、南京大虐殺を否定するような言説っていうのは、まあ、私って 日本保守党界隈、今は私とは対立している日本保守党界隈の人間っていうのも、まあ、かなり得意技として、かなりまあ何回もそういうような言説に組みするようなことを言っているっていうことがありまして、まあ、特に百田氏なんかはですね、まあ、日本国旗という、まあ、本を少し前に出版して、それでまあその中かなりまあひどい歴史改ざん主義的な主張がかなり繰り広げられている、かなりまあひどい本なんですが、まあ、それについてはですね、この本の中でもまあ南京大虐殺を否定するような文章っていうのがまあ盛り込まれているっていう これについてはですね毎日新聞が百田氏のこの不誠実さこの南京大虐殺がなかったっていう主張のおかしさっていうのを指摘するような記事を少し前に書いていますので、まあ、ぜひそちらも概要欄に貼っておきますのでご覧いただければというふうに思うんですが、まあ、それに加えてですね日本保守党と対立している人間っていうのをまあ保守派の中でそうした人間っていうのはまあ今はその日本保守党界隈っていうのをかなり先鋭化していて、まあ、そういうような人も少なくなくなっているっていうことがあるわけなんですが、まあ、そうした人の中で 情念司なんかもこの和田政宗氏の南京大虐殺否定論に組みするようなことを少し前に言っていますし、かなり今日本保守党と対立しているような人間であっても、そういうネット抑界隈においては、かなりこういう南京大虐殺を否定するような歴史改ざん主義が蔓延しているということで,で、すねやはりまあこの南京大虐殺を否定するような論っていうのと、あと今はまあ日本保守党界隈がルフしている不正選挙陰謀論ですとか、このアメリカ大統領選挙に関してもそうですし、あとそれ以外に もう今の LGBT 差別増進法にをめぐる、まあ、そういううデマですとか、まあ、そうしたものとはですね、その引き谷氏とか常年氏とかは、まあ、今距離を置いてますけど、いやそういうようなことが流布されるようなえ土壌を作ったのはあなた方にもそういうような極めて不誠実な歴史改ざん主義を盛り立てたあなた方にも責任はあるっていうようなことは、まあ、強く指摘,してお指摘しておきたいというふうに思いますし、やはりそういうような日本保守党界隈のみを批判して、その自分が歴史改ざん主義的な主張を拡散していたということを反省しないんであれば、 ま結局のところ根っこにおいてはですねそういうその日本が第二次世界大戦中にこのアジア諸国の特に女性に対して行ったこの戦争犯罪っていうのを賠償化するような言動は当然真実にきちんと誠実に目を向けずその日本っていうその国の一員としてもう日本を侮辱するものは絶対に許せないっていうそういうような極めて短絡的な幼稚な感情に基づいてその日本 日本的なものを否定するようなものは全員反日であり、日本はもう過去に一切何も悪いことを行っていないんだから、南京大虐殺を行ったはずなんかないし、植民地支配もしてないし、もう侵略なんか絶対していない。あの大東亜戦争は絶対に正しかったんだ、みたいな。まあそういうような主張をしているっていう点ではですね、この和也氏も和田正宗氏も、常年司氏も、百田直樹氏も、有本香織氏も、飯山狩氏も、日本保守党界隈も、この日本保守党界隈に批判的な、まあ、一部のネット界隈、まあ、和也氏とかそういうような人も含めてですけど、まあそういうような人たちっていうのは全部ね、 そういうような点では全く同類だっていうことは言えると思いますから、ただまあ歴史改ざん主義がこのネット上でかなりまあ蔓延しているっていうのは今に始まったことではなくて、 でかただですね、まあそういうように、そのなんかバカがネット上で騒いでいるだけならまあまだよくは、全然よくはないんですけど、ただまあそういうふうにネット上でバカが騒いでいるだけなんだなっていう話では終わると思うんですけど、ただこんな感じでですね、自民党の和田正宗氏、まあこの人は安倍政権時代に政務官まで勤めていたので、自民党の中でも一定の立場ある議員だとは思うんですけど、まあそういうような議員がこういう歴史改ざん主義的な主張を繰り広げて、まあ、それで今は岸田政権はね、当然、 言ったようにそうした歴史改ざん主義的な主張とはかなり距離を置くような主張をしていますけどただやはり今後こういう和田正宗氏みたいなこういう歴史改ざん主義的な主張を声高にするような議員が増えていったらそれもいつまで続くのかっていう感じですからですからやはりもうこうした歴史改ざん主義の蔓延具合っていうのには本当に警戒をしていかなきゃいけないと思いますし、まあ、和田正宗氏とか、まあ、あと他にも和也氏とか常連氏とかもそうですけど、まあ、そういうような人たちは日本保守党界隈を批判するのはいいものの、まあ、それを批判するんだったら自分もそれ それと同類のような、えー、歴史改ざん主義にもう長年組みしてきたっていうことを真摯に反省していただけないのかなっていうふうにはま思いますよね。